ロシア軍では東部ドンバス地方ドネツク州のソレダルを制圧したことを発表した後、中南部のザポリージャ州においても複数の集落を制圧したとして戦果を発表していたけど、アメリカのシンクタンクである戦争研究所の1月23日に発表した戦況分析によると、ロシア軍によるザポリージャ州における反撃は失敗した可能性が高いみたい。またロシアお得意のプロパガンダってわけだね。優勢であることを喧伝したいんだろうけど、もうほとんどの自国民が劣勢であると気づいているんじゃないかな。自国の劣勢を信じたくなくて、政府の発表に騙されている国民も一定数はいるだろうが、ほとんどはある程度の戦況を把握していると思うぜ。そうだね。さて今回は、ロシア軍の反撃が東部戦線でさらに激化していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ州では昨年ロシアが一方的に併合した後に、ロシア政府から任命された新ロシア派の行政幹部が、ザポリージャ州内のいくつかの集落を制圧したとして主張していて、ロシア国防省も22日に同州のロシア軍部隊が今後の戦闘に有利な拠点を確保したとしていたよ。しかし、戦争研究所では衛星画像などの情報を分析した結果として、ロシア軍では大規模な反撃を展開している形跡がないとして、集落などを制圧したとの発言はフェイクである可能性があるとしているんだ。そして、ソレダルを制圧した後にバフムートの制圧については制圧に向けた進展が全く聞かれないことから、そのことを批判するロシア国民の目をザポリージャ州に向けさせることによって、バフムートでの戦果がないことに対する批判をそらそうとする意図があったのではないかと、戦争研究所では指摘をしているみたい。ザポリージャ州やヘルソン州などの南部では、この情報の他には両軍ともに動きが伝わっておらず、ほぼ膠着状態にあると見られているね。それに比べると東部のドネツク州では2023年が明けてからバフムートとその周辺のソレダルにおいて、ロシアの民間軍事組織ワグネルの戦闘部隊を中心としたロシア軍の動きが活発とされているぜ。ウクライナ国防省情報総局のスキビッキー少将の報告によると、ロシア軍は2月ないしは3月頃までに大規模な攻勢を仕掛けてくる可能性が高いとの観測を示し、その根拠として、ドンバス地方のロシア軍が大幅な再編成を行っている兆候が見られることと、先日ロシア軍の総司令官に就任したゲラシモフ参謀総長に対して、ロシアのプーチン大統領が3月までにドンバス地方のドネツク州と、ルガンスク・ルハンシク州の安全制圧を命じられているとの情報があることを証拠として挙げているよ。これらの発言はウクライナのメディアが23日に伝えたもので、それによるとスキビッキー少将はさらに、ロシア軍においてこれまでの戦術からの変更点が見られることを指摘したことが伝えられているんだ。ロシア軍の編成についてはウクライナに侵略を始める以前から、BTG と呼ばれる大隊戦術軍という人員にして600人から800人ほどの単位で作戦を遂行していたんだけど、最近ではより小規模の140人から160人単位の中隊規模で作戦に従事していることが多くなっていることを指摘しているね。その他に、民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊の多くはロシア国内の刑務所で恩赦と報酬を条件に募った囚人であるとして、その囚人たちによってウクライナ軍前面への突撃を繰り返させて、甚大な損害を被りながらもウクライナ軍を後退させるという、一時代前の中国軍人海戦術のような戦法が顕著であるとしたよ。囚人たちを特攻させてなんとかウクライナ軍を退けているわけだね。ワグネルの戦闘部隊は、侵略戦争前では5000人程度とされていたんだけど、ロシア軍が首都キーウ攻略に失敗した後、東部戦線に主眼を置いた際には8000人以上に増員されていたとみられ、バフムートへの攻撃を開始した頃には傭兵が1万人と、囚人兵が4万人から5万人に増員され、一つのいわば独立軍団としてロシア正規軍の指揮下に入ることなく動いているとの情報があったよ。しかし、ロシア国内で囚人らの人権を支援する人権団体によると、1月23日までにワグネルとしてウクライナに投入された囚人5万人のうち、現在もウクライナ領内で戦闘に参加しているのは1万人ほどに過ぎないとして、
残りの4万人は戦勝者として離脱したか、逃亡あるいはウクライナ軍に投降したとの見方を示し、ワグネルが囚人兵を兵士として扱っておらず傭兵を守る肉の盾として使っていると指摘しているんだ。また、このワグネルの動きとは別にロシア正規軍も着々と前線部隊の人員補強に努めていて、この数ヶ月間で数万人の新規に招集した予備役兵士を送り込んでいると見られているんだけど、これらの兵士は不十分訓練と装備だけで戦場に送り込まれているため、戦力としては全く計算することができず戦況挽回にほとんど役に立っていないとされているね。ウクライナに侵略する以前には全く想定していなかった損害を被っているロシア正規軍では、新たに招集した予備役兵たちによって組織化された新部隊として編成する時間的なゆとりがなく、そのために訓練も装備も不十分な彼らを既存部隊の補充要員として最前線に送り込んでいるってわけ。アメリカ軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長は1月20日、ロシア側の死傷者はすでに10万人を遥かに超えているとの見方を示し、テレビ局のインタビューに答えたノルウェー軍の幹部はロシア軍の死傷者数は18万人近くに達していると指摘しているよ。兵士の損害が大きく、次々に送り込まれる補充兵は兵士としての訓練が足りないばかりか、ろくな装備も持っていない状況で、最前線のロシア正規軍部隊では指揮官もまた多数が死傷して戦線を離脱していて、もはや戦闘部隊として機能していないのではないかとの見方が広がっているが、軍の上層部にも混乱の様相が見られているらしいな。イギリス国防省が明らかにしたところによると、ウクライナ南部ヘルソン州において昨年9月以降ウクライナ軍が反攻を開始したため、ロシア軍はヘルソン州の州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸から撤退を強いられたんだけど、その際にロシア軍の撤退を指揮したとされるミハイル・テプリンスキー大将が、主要作戦指揮官としての役割を解任された可能性が高いというよ。イギリス国防省によるとテプリンスキー大将は、昨年11月にロシア軍の被害を最小限に止めたとされるドニプロ川西岸からの撤退を統括したことで、有能で現実的な指揮官としてロシア国内で称賛を集めていたされているね。また、テプリンスキー大将はロシア空挺部隊 VDV の司令官の任にもついているが、空挺部隊司令官をそのまま引き続いて務めるかどうかは不明と見られているみたい。このことを公表したイギリス国防省はテプリンスキー大将の解任について、ロシア軍上層部内の対立が原因である可能性を指摘したよ。今月上旬にゲラシモフ参謀総長がウクライナ侵攻の総司令官に任命されて以降、ロシアの作戦は停滞しているように見られているんだけど、イギリス国防省はゲラシモフ総司令官が自らのポジションを固め、影響力の浸透を図る中でのテプリンスキー大将の解任は、ロシア軍上層部で起こっているドロドロした対立が発生しているとの新たな兆候である可能性が高いとしているんだ。これだけ劣勢が続くと責任の押し付け合いになるだろうし、対立も起こるよね。劣勢が続くロシア軍では、総司令官が頻繁に交代していて、一人目の総司令官は、2022年4月に任命されたドボルニコフ上級大将で、2015年のロシアがシリア内戦に介入した際に指揮を取って名を挙げ、西側メディアではシリアの虐殺者と呼んでいる人物だね。二人目は、ゲンナジー・ジドコ軍政治総局長で、戦争研究所が6月26日にドボルニコフ上級大将と交代したとの分析を明らかにしたよ。そして、3人目は2022年10月に就任したアルマゲドン将軍と呼ばれるスロビキン上級大将で、クレムリンもロシア国民もスロビキン大将には大いに期待したみたいだけど、結局大きな戦果を上げることができないままわずか3ヶ月で交代になったんだ。そして登場したのがロシア軍のラスボスとも言われるゲラシモフ総司令官で、彼の後ろにはプーチンがいるのみであり、ゲラシモフが敗北することは、すなわちロシア軍の敗北を意味しているよ。そのことからゲラシモフ総司令官が、ロシア軍の威信をかけた事実上の最終決戦を挑むはずとの見方が広がっており、ウクライナ側が懸念しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。